どうもこうです。本日もご飯の時間がやってまいりました。今日のメニューはですね、少し前に奥様と神戸にあるあらりんごというお店でめっちゃ美味しいアップルパイを食べたのを思い出して作ってみたいなと思ったんですが、どうせ作るんやったら手間暇かけずに簡単にできるものと思いまして、電子レンジとオーブンを使って作る簡単クリームチーズ入りアップルパイを作りたいと思います。それでは早速ご飯キッチンレッツゴー。それではね、材料の方紹介していきます。パイシート、今回はね正方形の2枚入りのものを使ってます。これはねどんなんでもいいです。売ってるもの適当にカットしていくんでね、うまいこと選んでください。今回ほんで主役のリンゴね、このリンゴの入れ物に入ってるリンゴ、ほうほろたなんですけど、この中で多分1個ぐらいかな使っても。そしてですね、こちらクリームチーズなんですが、これはねお好みの量で OK です。今回はね塗るタイプのものを使ってますけど、ブロックタイプのものでも OK です。そして卵ね1個、これはね最後パイの生地の上に塗るのに使いますんでね。今回はですねリンゴの甘みだけで作ろうと思ってますのでね、砂糖などは一切使わずにヘルシーに作っていきたいと思います。それではねリンゴカットしていきます。皮ごといくんでね、このままください。パイシートの方はこのまま半解凍にしておくので、10分から15分ぐらい置いておきます。もう半分ぐらいいきましょうか。そしてねスライスできたやつはこちらのスチーマーに、シリコンスチーマーにね入れていきます。リンゴ好きがね集まってくるんですリンゴ好き。はい、それではねこのシリコンスチーマーに入れたねリンゴを、ここかリンゴをね電子レンジで、2分から2分半ぐらいチンします。パイシートの方準備していきます。ちょっとね今日は気温が低いからまだ溶けてないかな。うん、まあいいか、切っていきましょうか。リンゴ泥棒がねめっちゃ器用よ、何回も何回も。よし、でスチーマーで温めたリンゴがこんな感じね、うん、結構いい感じになってるよ。これを置いて、あ、そうそうそうね、これねクリームチーズ。そっか、三角二線と包みましょうか適当に適当にやってるんでね、ちょいちょいこうプランが変わってくるのが郷さんの料理なんでね、そこはあまりお気になるなさらずに。これをこうですね。ならね、この隅っちょをフォークで。めいちゃんがね、なんかずっと言うとな、ほんまに。なんですか？はい、それではね、これを、オーブンで210度のオーブンで焼いていきます。完成しました。こんな感じですね、ツヤツヤのアップルパイの完成でございます。いい感じじゃないですかこれ。思いのほかね。はい、それではねいただきます。うんうんうん、砂
糖使ってないんで、リンゴとクリームチーズだけの味なんですけど、リンゴが温まることでものすごく甘みを出してくれてます。だからリンゴね、種類選べばもっともっと甘くなると思うんですけど、僕はこれぐらいの方が好きですね。うん、切ってないやつも持ってきました。こんな感じですね。結構なボリューミーな、これ正解やね。あの変にパタンペタンペタンってしてペタンポにするよりかは絶対こっちの方が良かったです。うん、おいしい。うん、あぶわー、あぶ。はい、というわけでですね、今回はクリームチーズ入りのアップルパイのご紹介でした。焼きたてで食べたので、表面ねサクサクやったんですけれども、1日置いたらね、こんだけね厚みがあるんでね、しっとりとしたまた違う食感が楽しめると思います。今回ねこれだけの少ない材料を短時間で簡単にできますんでね、来月バレンタインでもやってきますし、いつもとは逆に旦那様の方から奥様にサプライズプレゼントなどいかがでしょうか。きっとね喜んでもらえると思いますよ。何の好感度や。はい、というわけで本日の動画は以上となります。この料理美味しそう、役に立ちそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサンゴームビーゴーでした。グッバー。